プレイとカルツはドイツのサッカー選手。選手時代のポジションはディフェンダー。積極的な攻撃参加からゴール前に正確なクロスを上げるプレイスタイルで知られ、バナナのようにカーブをかけたクロスはバナナンフランケンと呼ばれた。また、選手時代に長年過ごしたハンブルガー SV ではセンターフォワードを務めるホルスとルベッシュとのコンビでも知られた。 1969年、トゥス・アルトリップの下部組織時代にドイツサッカー選手権、英雄にオーレンで準優勝し、その後に、ハンブルガー SV の下部組織へ移籍した。1971年にトップチームと契約を結び、同年8月20日に行われた、ボルシアドルトムント戦でのデビュー以来、長年にわたって、ハンブルクでプレーを続けた。国内では、 ブンデスリーガ優勝3回、DFB ポカール優勝1回、国際舞台では、UEFA カップウィナーズカップ1976から77や UEFA チャンピオンズカップ1982から83優勝に貢献した。1989年に対談するまでの18シーズンの間に、ブンデスリーガ通算568試合に出場し76得点を記録した。 リーグ通算出場試合数は2014年の時点で第2位の記録となっている。1989年に長年過ごしたハンブルクを離れ、フランスの FC ジロンダンボルドや FC ミュルーズに移籍。翌1990年に再びハンブルクへ戻り、1990から91シーズン限りで現役を引退した。 1991年4月17日に行われたドルトムント戦が最後の試合出場となった。西ドイツアマチュア代表としては1972年に地元西ドイツで行われたミュンヘンオリンピックの代表メンバーに選ばれたが2次リーグ最終戦で東ドイツ代表に2-3で敗れた。西ドイツ代表としては1975年9月3日に 行われたオーストリア代表との国際親善試合でデビューをした。1978年にアルゼンチンで開催された 1978FIFA ワールドカップの代表メンバーとして招集され、全6試合に出場したが、本来の右サイドバックではなくリベロのポジションを与えられたこともあり、満足のいく結果を残すことはできなかった。この大会の後に、 右サイドバックのポジションに定着すると1980年にイタリアで開催された UEFA 欧州選手権1980の優勝に貢献。1982年にスペインで開催された 1982FIFA ワールドカップでも全7試合に出場し準優勝に貢献した。 翌年の1983年2月23日に行われたポルトガル代表との国際親善試合で代表を引退するまでに国際 A マッチ69試合に出場し8得点を記録した。引退後の2000年6月、アイントラハとフランクフルトのアシスタントコーチに就任し、監督を務めるフェリックス・マガトを補佐した。フランクフルトとの契約期間は二年だったが、 2001年1月にマガトが解任されたことに伴い同年限りで退団した。その後はハンブルクを中心にマンフレートカルツサッカーアカデミーというサッカースクールを経営している。また2009年からはスポーツを呼びイベントマーケティング企業のエーバーコミュニケーションの代表を務めた。2013年からは VFL ーフムが新たに創設した。 サッカースクールのコーチを務めている。ありがとうございます。